ラジオですということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、ペッカ工場でマルチをやっていきたいと思います。ではですね、昨日届いたロイジャーをやっていったんですけどね、ちょっと順位が落ちちゃったので、ね、デッキ変えようかなみたいな感じでペッカ工場ね、使っていきたいなと思います。はい、行きまーす。今ね、マルチで使っているのは、多くね、使われているのはこの方ですね。やべ、めっちゃギーギー言ってる。今日ね、部屋移動になって、で、俺前までラットと同じ部屋だったんですけど、そのラットが一人部屋になり、俺とテンゴットでね、二人部屋。で、また、みかんさんとコタで二人部屋っていう感じでね、さっきじゃんけんしてね、そんな感じで決まりました。なのでね、ここ一週間ぐらいは、テンゴットと、B 型のテンゴットとね、一緒に暮らすことになります。で、俺、机がなくて、その今までのね、韓国で動画どうやって撮ってたのって思う人いると思うんですけど、あれなんですよ。机じゃないから、床にパソコンこうやって広げて、パソコンにマイクつけて、携帯つないで撮ってたんですよ。床に向かって俺話しかけてたんですよ。じわるくね、それ想像したら。なんですけどね、やっとね、もう本当に、机がね、これ多分、スケとアイスピぐらいしかないから、OK。で、これで、タゲ変わるから、どっちかが刺さるはず。OK、OK。あ、これでも、ラッシュの取れね、なるほど。倒して。これ倒してくれな。これトリトン出したら激アツだった。ただこれ、ここに端前にね、リガを引っ張り、そこからやることができたんですけど、まあまあ、しゃーなしっすね。これはスケだけで完封されるのはちょっともったいない気がするので、ここにファルチェが来るんですね。こうなると。スケからのファルチェかな。お、これファルチェ先に引っ張りますよ。あちあち。あちあち展開。いいね。いい。アイスピ使ったんで、アイスピ使った後の相手バルーンで飛ばせなくて、なぜかっていうと、あのデッキで相手が、この三角を殺す手段って、トルネザップかアイスピザップしかないですね。か、端前ファルチェか。なんですよ。で、端前ファルチェはヤンキーすぎるからあんまりやってこないですね。終盤、ここで決めなきゃ負けぐらいの時しかやってこないので。なるほど。それは新しい。で、こっちってことは 100% ファルチェが来るので、3が5で、しばき上げて、OK。ここにファルチェかな。が来る。で、スケア出した後なんで、OK。うわぇー、クライス、やば、今のやばくない相手の防衛。びっくったびっくりすぎて片言になって思ったわ。で、トルネが来るんで、はい。なんすよね。そう、こうなっちゃうんだよな、マジで。頼む。よし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 よ。危ない。いけ、ガインしろ。なんでー。やばい。ちょっと、ムード悪め。やばい。頼め。やった、来た、よしよし、危ない。そう、マジファルチェバルあるあるなんですけどね、戦ってて。相手、スケとアイスピしかないから、序盤が、バルキリーとファルチェでしか守れないんですよね。守りの要がその2枚で、その2枚を1枚強引にね、例えばゴーストとかトリトンとかで咲かせられると、あと1枚確定するんですよ、その守れるカードが。で、トリトンとか俺が持ってると、スケとアイスピないから、本当だとね、ファルチェとか奥底に出して、スケでね、タゲを取ってね、で、スケを引っ張らせて、その間にね、ファルチェで処理とかするんですけど、トリトンがそういう時にね、スケアイスピない時に大活躍するんですよ、攻めトリトンが。だから、序盤はあんまりそのカードが相手は回りきらんくて、さっきみたいに俺に攻め立てられるんですけど、後半バルチェとファルキリが無限に回るようになってから、もう超ね、なんか化けるんですよ、もうデッキが。なんか、全然違う、もう、マジ穴がないデッキにね、ちょ変わっちゃうんで後半。なので後半、今みたいにちょっと攻撃させにくくなるし、なんなら相手の攻撃がちょっと、強くなるっていう。アンディー、とりあえず、ザッパーで回していき。イエスマン。とりあえず工場でいいかな。で、割とこのケツ工場情報なんだけど、
あの今削られてないサイドに出したじゃないですか。なんでって、思う人ね、今ね、あの5人ぐらいいたと思うんですよ。でなんでってその理由を話すと、工場ってそのなんか相手のケツユニット今みたいにダックプリを出されたりとか、そういうのにねちょっと弱かったりするんですよね。そうだからそうなるとね、ね、はい、でこの相手のリクルユニットをトリトンが引っ張るっていうね、この仕事ぶり、よいしょー、いいよ、いやー、まあとりあえずそう、そんな感じでケツダックプリとかとケツ工場かぶったらクソ渋いじゃないですか、今みたいに。だけどあのケツ工場をしゃーなしでしなきゃいけないときに削られてない方のサイドに出すと、基本ケツユニットって相手削れてるサイドに出すんですよね。だからまあこれはちょっと良くないんですけど、今やばい直しでやっちゃったなんですけど、その、ケツユニットがたまたま被るってことがないんですよね。相手が襟負けしてたら今みたいにマスク合わせられるんですけど、襟が同じか、または 0.5 ぐらいで、ね、負けている場合とか、そんくらいに、ちょうど相手がね、ケツユニット被って、おいぴよおいぴよってなるんで、おや、やばっ、エッチじゃね、この守り方。さすがに。エッチエッチランド。よいしょ。あ、やばいやばい、工場がーもったいない、これめっちゃいい形だったのに、うわー、まあどうせファイブされてたから逆にみたいなのがありますね。何がっていう、何の逆って感じなんですけど、まあとりあえずマスキーニアポイズン、これあれだ、ファイブザップのカゴカゴですね。今更って感じだけど、ファイブザップのカゴカゴですねって言うてますけれども、はい、しびえしびえって感じなんで、ワンチャンジャイガゴもできそうだな、棒っぽい、これはよいしょ、頼むから殺さないで俺の。でこれで攻めたらまたファイボ来ちゃうん でこっち削られてるんで来そうなんですよね。これ今なんでこの1から5、あの3が5を出したかっていうと、あの今穴掘りが来た時に穴掘りが3が5から潰すんですね。だからトリトンとかで今のガゴ群れをタゲ取っておけばあのいい感じになるっていう。これザップ入れないと、あマジで調子くなっちゃうねって感じなんですけど、バチクサ折られたな。ふぅ、鉄工場ちょっとやりすぎ事件簿でしたね。はい、ちょっとダックプリとかいなかったら逆に鉄工場に対して合わせるユニットがね、マスケしかいなくてマスケにポイズンって美味しい展開だったっすけど、ダックプリがいたから鉄工場じゃなくて適当にサンガゴセパーとかでよかったかもしんないですね。か勇気の鉄ペッカが、うん、あんま相手がそのプリンスとかみたいに陸のゴリゴリユニットじゃなくてガゴガゴとかだったから、言うてザップとエレキ温存すればいいみたいなとこあったんで、ザップとエレキがデータにあるときにケツペッカでトリトンもあればね、逆サイジャイ来てもピョッて持ってってね、ペッカジャギーンでできるんで、そのくらいでしたかね。スケが効いて、スケが来て、ウッドが来ても高回転の顔してんだよな、マジどうせクロスでしょって感じなんですけどね。あーババスケスケスケウッドババスケウッドババロイジエですね、それはもちろん。見てください、この HH ゴースト、このねえ。で、こっちにはスケが来るので、はい。ほら、あい！来た！で、う？べーへんやってくれるか思ったのに。いけ！いけ！なんでー？これさ、ワンチャン。ワンチャンさ、殴るかもしれないんで、この位置でもし、ファルチが殴ってくれたら、キング起動できるんですね、今の位置。覚えてください。キングタワーの、この1個に。
あ、違う、アリーナタワーの1個横、ここですね。ここ、ボーラとファルチ、キング軌道、この位置できるんで、覚えておいてください。で、ボーラとかファルチェって、このデッキ相手はロイジャイなんですけど、だからあんまキング軌道してもね、意味ないんですけどね。ボーラとかファルチェって、あれなんですよ。これ、スケライン、オーケー。ロイが来ると思ったから逆線に投げたんですけど、スケあったわ。よいしょ。そう、ボーラとかファルチェって大体スケラーだったりすることが多いんで、スケラー相手はね、やっぱキング軌道したら勝ちなんでね。もう一発いけ。いけや。あ、ここはさすがに。頼むから耐えてくれって祈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 って、やめろやめろやめろ、うっぷねー、ババですね。なんでトリトンからの三が五つけて、三が五だけで処理と。なるほどね。あー、スケ来ねえか。うえー、やる。ちょっと悩み。オッケーオッケー、これファルチェ、ファルチェだけなんで引っ張っちゃう勝ちっすね。来た来た、いや、あぶねあぶね、だあれだったわ、そうだ、ライトニングだった相手、ファイボじゃねえわ、あぶねえ、あぶねあぶな、ラストいきます、これ中で 7-1 って終わろう、あぶねえ。いやー、やっぱマルチだとね、変なデッキを使いこなしてるね。やっぱ一個だけデッキを使いこなしてる人がやっぱ強いんで、あれね、変なデッキでもね、なんかもうずっと使ってる人ってやっぱ強いんですよね。ああいうジャイガゴガゴとか、なんか今みたいなもうなんかロイジャイババとか。下手したらグラチャレとかよりも変なのがいっぱいいるかもしれないですね。マルチの最上位、その50位より上とか行くと、上手い人が強いテンプレを使っているって感じなんですけどね。やべ、遅れた遅れた、最悪だー、 Oh my goodness。 なんですけどね、よいしょ、いけ、全部 OK、 Thank you。 え、トルネじゃないよ、 OK OK、 びっくりした、遅いから。あー、これギャングとか使ったからペッカでいい気がすんな。アウトローってことはあれでもないので、ちょっと取っちゃうか。やべ、これで、うわ、でもギャング回ったかな。いや、プキアは絶対引っ張れるんですけど、ギリギャング回りそうですね。オッケー、タワーは多分折れた。うわー、いい、ウッド、危ねえ危ねえ危ねえ。これでギャング3が5なので、次のバレルはトリトンで守ったら相手はアウトローしかないから防衛がだるいで、そこにアウトローを咲かせられれば次のゴースで仕分けるという感じで、ゴースは基本温存なんで、トリトンとかで、うわー、もう一回そっちに来んのかい。で、ここは工場とかつけたらプリンで美味しくいただかれちゃうんで、一回ステイサムですね。あ、ここは、いやー、それはだるい。これ多分、ギャングとかつけてきたりすると思うんで、か、吹き矢、つけてくると思うんで、安牌工場系ですね。これ工場はね、とりあえず時間稼いでくれる安牌ユニットなんで、はい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 。なので、一旦ステイ、ステイキジョーンズで。で、これで、ペッカ出しちゃって、これザップですね。いやー、一回、ちょっと待ってね。ここは一回ステイそれしか言ってねえポイズン、ポイズンで削っていって、はいはいはい、これプリンス来そうだな、プリンスバレルが来そう。
あーザップがいらないやつに当たった。来ないかな俺のプリンサム。来た、処理しろ処理しろ処理しろ、いやー処理してほしい。それいやもう一枚出る、あれ打っとか打っとか、いやもう一枚出るよな。でからの的なギャングからのバレルぐらい来ると思うんで、オッケーオッケー、イエーイ枯渇に勝った。結構動画で枯渇への勝ち方を教えてくださいっていう人がいるんで、こんな感じでやれば勝てます。よっしゃー、最後いい終わり方、センキュー、俺いいとこ、いい動画にしてくれてありがとうって。はい、ってことでですね、まあ、順位はちょっと低めなんですけど、まあ、そこそこ上位のね、マルチということでね、まあ、枯渇への勝ち方、相手の枯渇もね、うまい方だったのでね、まあ、こんな感じで、基本的には、ゴーストを温存して、アウトローかギャングに当てるって感じですね。まあ、吹き矢にも当てれるんで、ゴーストは絶対温存ですね。バレルとかに、逆に相手からしたら咲かせられたら美味しいって感じですね。で、トリトンとかサンガゴで、基本バレルは抑え、ザップはあんまバレルに打たないですね。なぜなら、カウンターができないから、ザップに打ったら、あ、ザップをバレルに打ったらね、カウンターできないんで、まあ、そんな感じですね。はい、って感じで、ザップは攻めに、ギャングとかに打ちましょうって感じで、こんな感じで終わりたいと思います。またね、今日は毎日投稿続いていて、今ね、そう、さっき動画の冒頭で言ったんですけど、今、机がある部屋なんですよ。そう、だから、机の上に、もう動画をね、もうボタン一つで撮れる準備をセッティングしたままずっと放置できるから、多分ね、今後もね、ちゃんと夜中じゃなくて、夜中になってたのも、昼ぐらいに撮ろうとしても、うん、ちょっと今いいかなってなっちゃうんですけどね、机に置いといたら一回撮りたいってなった時にね、すぐ撮れるんで、多分夕方頃に出せることが増えると思います。マジで俺の気分の問題っていうね。ってことで、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、毎日投稿やっていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ということで今日は終わります。バイバーイ。